皆さんこんにちは。ゆっくりマリサだせ。皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくりしていってね。ふえん、どうしよう。どうしたんだ一体？プレステ2の読み込みが不安定なんだよ。PS5 の時代に PS2 の話か。PS2 は青春なんだよ。わかったわかった。それでどうしたいんだ？信屋ボラン世紀がやりたいんだよ。オロローン。じゃあいい機会だ。PCSX2 を試そうぜ。何それ？ PS2 のエミュレーターだぜ。へえ、そんなのがあるんだね。これで実機が壊れても問題ないぜ。それは素晴らしい。だが導入するのに PS2 の BIOS がいるんだ。東証 BIOS。 他にもいろいろ必要なものがあるんだぜ。それを解説していくぜ。ガンムシかよ。じゃあざっくりと流れを説明する前に注意事項だぜ。BIOS やゲームのデータは自分の所有物でお願いします。お願いします。よそからダウンロードするとかはやめましょう。やめましょう。あと作業は自己責任でお願いします。お願いします。では本題だが、まずブートプログラムで起動する必要があるぜ。ほうほう。だが薄型と厚型で異なるぜ。薄型は DVD-R に焼いて起動だ。これが一番簡単だぜ。デモープ主のは厚型なんだけど。そこで FMCB メモリーカードだ。この中にさっきのプログラムが入ってるの？だぜ。Amazon かメルカリで購入できるぜ。これひょっとして自分で作れるんじゃね？可能だ。だがアダプターが必要で、しかもいい値段だぜ。ああ、なるほど。ちなみに FMCB はフリー MC ブートの略だぜ。そういうことね。お、これは何かな？フリー DVD ブートでいける型番一覧だぜ。おお、こんなのがあるんだね。一覧の下が薄型だ。イエスとなっているのは DVD ブートできるという意味だ。ほうほう。厚型はノーがちらほらあるぜ。青とか黄色はどういう意味？青は部分的に成功、黄色は保有という意味のようだ。え、何厚型で DVD ブートいけんの？3万型で成功したという情報はある。じゃあウプ主のもいけんじゃね？ウプ主のは5万型だぜ。保有なのね。ここで3万型の DVD プレイヤーのバージョンを見てくれ。日本のバージョンは 2.1 だ。ほうほう、それで？フリー DVD ブートのバージョン 2.1、もしくは 2.12 のどちらかで動く可能性があるぜ。でもウプ主のは5万型というね。そこでだ。試してみたら動画的にいいコンテンツになると思うんだぜ。お、これは？ダイソーで買ってきたぜ。これで試してみるぜ。合点合点。では DVD-R に焼くソフトをダウンロードだ。その名は DVD デクリプターだ。なんかうさんくさい感じのサイトだな、おい。まあ自己責任でダウンロードだぜ。ダウンロードした ZIP ファイルを解凍、その中の EXE ファイルを実行だ。するとこんな画面が出てくると。そうだぜ。そして次に NEXT だ。次に NEXT。そこのガイア、うるさいぞ。インストール先もデフォルトのままインストールだ。おろ、なんか出てきたぞ。これは最新をチェックする？の意味だ。もう更新停止なのでいいえだ。お、終わったぞい。ではフィニッシュで終了。ログの窓が開くが閉じておけだ。これでオケなのね。ついでに日本語化もしておこう。そんなこともできるんだね。できるぜ。まず日本語化工房さんのサイトでダウンロードだ。そしてインストール前に DVD デクリプターは閉じておこう。次にダウンロードした ZIP ファイルを解凍、その中の EXE ファイルを実行だ。あとはデフォでオケだぜ。うん、なんか出てきたぞ。ウプ主が動画を撮るためにアンインストールしたからだな。普通は出ないので無問題だ。この星の無数の塵の一つだと、今の僕には理解できない。僕らのオープニング、おっさんがいるぞ。さてバカ言ってる間に終了だぜ。エラーダイアログが出る場合、4回×を押せば消えるぜ。了解。さて今からフリー DVD ブートをダウンロードするわけだが、5万型のバージョンは 3.04 だ。ふむふむ。ではフリー DVD ブートのサイトに行ってと、上から3番目をクリック。クリックしました。そしてバージョンは 3.04 をクリックだ。じゃあクリックっと。右にダウンロードのボタンがあるからクリックだぜ。なるほどね。では DVD デクリプターを起動、モードから ISO、
書き込みを選択。選択完了。次にダウンロードした ISO ファイルを選択だ。さっきダウンロードしたやつね。そして DVD-R をセットするとこの部分が緑色に光るぜ。緑色になったらクリックで開始だ。もう動画のために焼かないのね。そこはもう他の動画を見て確認してほしいんだぜ。お、プレステ2起動。では起動したところで、三角ボタンを押すと、あ、バージョン情報だ。DVD プレイヤーは 3.02 だ。確かにそうなってるね。本来、DVD プレイヤーのバージョンに合わせて ISO ファイルを選ぶんだが、3.02 がないので 3.04 をダウンロードしたわけだぜ。なるほどねー。じゃあ3万型の DVD バージョンが 2.1 なら ISO も 2.1 を DL ってこと？そういうことだぜ。ふーん、そういうことか。では試してみよう。まず言語を英語に変更だぜ。お、英語になったぞ。次にさっき焼いた DVD を入れて再起動だ。リセットボタンポチッとな。さあどうなるかだな。うまくいくかな？ダメでした。なんだよダメなのかよ。何の成果も得られませんでした。進撃の巨人かよ。では改めて、厚型でのブートを模索するぜ。厚型はメモリカードでの起動なのね。そう、メモリカードブートだ。略してメモカブートだぜ。ではそのメモカブートはよ。まず FMCB が入ってるメモカを手元に用意だ。ちなみにメルカリの方が安かったのでそちらで買いました。なんか商品説明に OPL とかアローンチェルフとかあるけど何なの？ OPL はオープン PS2 ローダーの略だぜ。これは USB とかに入れたゲームを実機で立ち上げるツールだ。我々はEMUでやるので必要ないぜ。なるほど、でなんとか ELF は？アローンチェルフはエクスフローラみたいなやつだ。これは FMCB に入ってるぜ。そうなんだね。そしてこいつで USB から BIOS 吸い出しツールを選択するわけだぜ。じゃあ USB も用意しないとだね。その通りだ。ちょうどセールで安かったのでこいつにしたぜ。おいおい、32GB って認識するのか？調べたら 8GB 以下が好ましいって書いてたぞ。このメモリは OK だったという情報を信じるぜ。なんか心配。では USB に BIOS 吸い出しツールを入れるわけだが、その前にフォーマットだ。フォーマットするの久しぶりすぎて忘れちゃったよ。ちなみに PS2 で USB を使うにはフラット32でフォーマットしないとダメだぜ。令和の時代に懐かしい方式だね。だな、昔を思い出しながらやるか。まず右クリックでフォーマットを選択だ。いろいろ見切れてて草。ガイア、うるさいぞ。ここのファイルシステムがフラット32になってれば OK だ。確認しました。ではフォーマット開始だぜ。フォーマット前だから確認の窓が開くわけか。フォーマットだからな。おお、早い早い。これで OK だぜ。なるほど。ここでやっと BIOS 吸い出しツールを DL だぜ。3種類くらいあんの？だぜ。でもここは PCSX2 内のツールを DL するぜ。ほうほう。ここでのツール名は BIOS ドレインだ。これを DL だぜ。それでどこにあんの？ずーっと下まで下がっていってと。あったあった、BIOS ダンパーユーティリティ、これだ。ここのヒアをクリックで DL だぜ。ではダウンロードっと。これを USB メモリにコピーだ。ふむふむ、トリマ URL 貼っといて。概要欄に貼っておくぜ。ではメモカブートを試すぜ。その前に日本語を英語にしておこう。英語にしました。よし、では一旦電源を落としてメモカと USB メモリを差し込むぜ。メモカは左に差し込むのね。そうだな。そして USB は上側に差し込んで電源オンだぜ。じゃ電源オンっと。よし、立ち上がったぜ。成功だ。でもここからが心配なんだよね。USB メモリか？心配しても始まらないぜ。それもそうね。次にこの画面が出ればアローンチェルフを選択だ。
ここで丸ボタンだ。じゃ丸ボタンを押してっと。この画面が出たらまた丸ボタンだ。押しました。次に上から5番目のマスを選んでボタンを押す。これが USB メモリ？その通りだ。ちゃんと認識してるぜ。やったぜ。では吸い出しツールを起動だぜ。ポチッとな。お、なんか出てきたぞい。起動して吸い出すとメッセージが出てくるぜ。へえ、そうなんだね。お、終わりか。いやまだだ。まあしばらく待機だ。待機シャトル。あれからたくさんメッセージが出てきてるよ。お、フィニッシュとエブリシングが出たな。これで終わりってこと？終わったぜ。では USB メモリの中身を確認だぜ。こっちはどうするの？電源を落として問題ないぜ。じゃ電源をふっと。これがさっきの USB メモリの中身だ。USB メモリの中身を確認して5万型のファイルが5個あれば成功だ。5個あるから成功、やったね。では PCSX2 を DL してこのファイルをコピペだ。じゃ早速コピペしようず。それは次回にやろうと思うんだぜ。引っ張るのかよ。というわけで今回はここまでにしようと思うんだぜ。さてゲームは立ち上がるのか？次回もこうご期待。それではご視聴。ありがとうございました。